6番、山崎幸也爆誕。2024年5月30日、日ハム対阪神戦が行われ、山崎は6番投手で出場を果たした。打っては4回に先制タイムリー。投げては7回無失点で6勝目を挙げるなど投打で活躍した。ヒーローインタビューには、6番に置いてもらったので期待に応えたかった。アマチュア時代を思い出した。野球を一生懸命やっていた感覚、と答えた。山崎は日大三高時代の3年春に選抜で準優勝。1大会通算安打の最多タイ記録となる13安打をマークするなどバッティングに定評があった。6番にピッチャーを入れる奇策とも言える新庄監督の采配がズバリ当たった。交流戦で新庄監督はどんな采配をするのか今後も注目だ。このチャンネルでは野球やアニメなど様々な話題をまとめています。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。